Let's go! アイドル英文法第27回目学、皆さん楽しく英文法を勉強していますか？今日も目から鱗の英文法を頑張ってマスターしていきましょう。今日のテーマは比較。比較のあずあずはニアリーイコールのイメージですよね。今すぐそのイメージをやめたまえ。比較の本質は不等号。Mizuki is as tall as Shiori. Mizuki はしおりと同じくらい背が高い。Shiori is not as tall as Minami. しおりはみなみほど背が高くない。記号で表すとこうなります。まとめると、同じ程度を比べるときは、あずあずを使って、否定するときは、同じかそれ以上だと考えてください。言葉で説明しづらいと思ったら、不等号を思い浮かべてくださいね。今日は比較を紹介しました。比較のイメージは不等号でしたね。明日は比較級を紹介します。明日もぜひお楽しみに。明日まで待てない。という人は、チャンネル登録、チャンネル通知設定をお願いします。